はい、皆さんこんにちは。今回はですね、 AI 機をリアルにする FSLTL のセッティングですね、こちらの方を細かくご紹介していきたいと思います。少し前になるんですが、こちらの動画の方でもですね、導入方法をご紹介しているので、よかったら参考に見てみてください。またこの FSLTL はですね、実際の航空会社の塗装でフライトレーダー24の情報にも基づき、リアルタイムのスケジュールに従って動くこともあり、現在とても人気の無料の AI 機アドオンになっています。今回の内容としては FSLTL の起動時の設定と API キーの取得ですね、さらにナビグラフとの連携の設定もお伝えしていきます。 API キーなしでもですね、 FSLTL は使用可能になっているんですが、ない場合だと空港間を直線的に飛ぶ簡単なルートになっているので、今回は API キーも設定し、少しリアルな AI 機の飛行ルートですね、設定していきましょう。また少し前の FSLTL のアップデートで、ナビグラフをインストールしていると SID とスターの方もですね、 AI 機が飛ぶようになるということで、こちらの連携の設定方法もご紹介していきます。それでは本日もやっていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。はい、まずはですね、 FSLTL を開きます。皆さんももう使われている方も多いと思うんで、ご存知の方もねたくさんいると思うんですが、まず FSLTL の AI 機をですね表示させるために、スタートボタンを初めに押すと思うんですが、その後にですねデバッグ画面が出てくるので、そちらの方を解説していきたいと思います。はい、まずスタートボタンの方ですね、押していきましょう。はい、これで黒いデバッグ画面がポップアップで出てきます。まずこの画面はですね、上部の方に FSLTL のバージョンであったり、コミュニティフォルダーのロケーションですね、あとはユーザーガイドであったり、さまざまな情報が記載されています。少し下に行くとですね、セッティングの画面が表示されています。これはですね、今現在のセッティング、機体をどれくらい表示させるかなど、そういったセッティング項目になっています。今一番下のところですね、 Want to change your setting Y to change って書いてあるんですが、このセッティングを変えたい場合ですね、その場合は Y キーを押して Enter を押します。特にセッティングの方ですねしなくていいという場合は Enter キーですね、押すとすぐ空港の方に AI 機の方が出現するようになります。今回はセッティングを見ていくので、 Y キーを押して Enter を押します。まず一つ目の項目が出てきました。 MAX Active IFR Aircraft ですね、FSLTL でも一番メインとなる機体の出現率になります。 IFR で飛行しているエアライナーの出現率になります。カレント60になっているので、現在のセッティングは 60% ほどになっています。変更する場合はですね、ここに0から100までの数字を打ち込んで Enter キーを押します。数字を高くすると AI 機の方はたくさん出てきますが、処理が重くなるので、僕の方60ぐらいに設定しています。 Enter キーを押して次の項目に進んでいきます。次はですね、 VFR で飛行しているエアークラフトの出現率になります。ここのセッティングは僕の方は0にしています。変更がない場合はですね、現在と同じ数字の0か Enter を押すだけでもどちらでも大丈夫です。次はですね、アディショナルエアラインパークドエアクラフトといって、空港に駐機させる動かない機体の出現率になります。これはマックスで10まで設定することはできるんですが、僕はその半分のちょうど5にセットしています。これもですね、空港内の利用可能なスポットのパーセンテージとして計算されているので、仮に空港に100のスポットがあったとした場合は、この場合僕は5を選んだので、半分の 50% がスタティックの AI で埋まる形になっています。はい、次はですね、アブソルートエアラインパークズエアクラフトマックスパーエアポートですね。こちらはですね、先ほど一つ前にセットした動かない航空機の数セットしたと思うんですが、空港によってスポットの数などもね変わってくるということで、空港によって制限することができるセッティングになっています。なのでこのように大きな羽田空港であったり成田空港ですね、スポットが非常に多いので、そういった空港は制限されるような仕組みになっています。
僕の方は今ですね 30% ほどリミットかけてるんで、このような羽田空港でもですね、動かない航空機の方ですね、そんなに多く出さないようにしています。はい、次はですねアディショナル GA パークドゥエアクラフトですね。この GA とはジェネラルアビエーションの略ですね。そちらの機体の出現率になっています。この辺もですねゼロにしといても良さそうなんですが、今のところ2でセットしています。次の項目はですね、先ほどもお伝えした出現率に制限をかけられる設定になっています。ここではジェネラルアビエーションの機体の制限ですねかけられるようになっています。次の項目はですね、飛行していて、どの範囲まで AI 機を出現させるかの設定になります。これはですね FSLTL だと飛んでいる時に飛行機雲などが AI 機ね見れると思うんですが、あまりですね遠くに AI 機を出現させてもパフォーマンスの負担がやっぱりかかるので、100ぐらいがですね、まあ、ちょうどいいのかなっていうのはあります。僕の方今150になってるんですが、100ぐらいでも落としても全然問題ないと思います。はい、次はですね磁気から地上を走行する AI 機ですね、そちらの出現する範囲ですね設定することができます。これもですね50からまあ100ぐらいでちょうどいいのかなっていうのはありました。現在はですね50でセットしています。はい、続いてですねブロックエアークラフトリムーバルタイムですね。これはですねたまにあるんですが、処理の問題で動かなくなってしまった AI 機ですね、それを消すまでの時間になっています。たまにあるのが羽田空港の16ライトですね。そこで AI 機の方が止まってしまって長いこと動かないっていうのがねよくあるんですが、そういった機体を時間を決めて消せるような仕組みになっています。はい、次は API キーですね。こちらの方はフライトプランデータベースというサイトから API キーの方を取得するので、後ほどですねその取得の方法をやりながらこちらにペーストする形にしたいと思います。はい、次はですねリセーボーブランクリバリーズですね。機体のリバリーのデータが準備されていないものもあるんで、その場合はこんな感じでですね真っ白な機体が表示されます。それを表示させるか無効にさせるかですね、どちらか選択することができるようになっています。この白い機体を表示させたくない場合はイエスを入力してください。次の項目はですねデフォルトの AI 機のジェネリックモデルの表示ですね。これもですね基本的には無効にしといてもいいかもしれません。無効にする場合はイエスを入力してください。次の項目はですねジャストフライトの FS トラフィック、こちらを有料で購入されている方になるんですが、 FS トラフィックのモデルを優先させるかどうかのセッティングになります。ジャストフライトの AI トラフィックですね、こちらの方購入されていない方はですねノーでいいと思います。 FS トラフィックをお持ちの方はですねこちらイエスにすると FS トラフィックのモデルが優先されるということです。この項目が最後になりまして、入力が終わると設定された内容で AI 機の方が出てくるようになります。この後はですねフライトプランデータベース .com の方からAPI キーの取得をしていきたいと思います。はい、まずはですね API キーを取得するためにフライトプランデータベース .com の方ですね、こちらの方に行きます。概要欄の方にリンクの方を載せておきます。まず最初はですね無料でアカウントを作成する形になります。右上のジョインですね、こちらをクリックします。アカウント作成に必要な項目ですね、ユーザーネーム、メールアドレス、パスワードなどを入れてですね、このページを完了させていきます。必要なチェック項目にもチェックを入れて、最後にまたジョインを押します。はい、そうすると登録したメールアドレスの方にメールが届くので、送られてきたリンクでアカウントの確認をします。そうするとこのホームページの方にサインインできるようになります。次に右上の自分のアカウント名のところからですね、セッティングスをクリックします。で少し下にですね API アクセスというのがあるんで、クリエイトニューキーを選択します。一応日本語訳にも翻訳しておくとですね分かりやすいかもしれません。
はい、そうすると API キーの方が発行されるので、これをですねコピーして、先ほどの FSLTL の画面にペーストする形になります。さらにですね FSLTL は少し前のアップデートで、ナビグラフをインストールしている方であれば SID とスターですね、そちらもサポートしてくれるということで、AI 機の方はですね SID とスターの方のルートにも乗ってくれるようになっています。それにはですね有料のナビグラフがちょっと必要になるんですが、こちらのナビグラフハブですね、ここからエアラックサイクル2305今のバージョンですね、こちらをインストールすることによってFSLTL の画面でもですねナビグラフの設定項目が出てきます。こちらのですねエアラックのサイクル2305をインストールしておきましょう。ナビグラフを有料でお持ちの方はですね、このハブの方をまだ持ってない方いらっしゃいましたら、ホームページの方からダウンロードすることができます。この後ですねまた FSLTL のデバッグ画面の方に、少し設定していきます。再度ですね FSLTL の方を起動し直しまして、そこにナビグラフの項目が追加されているのがわかると思います。もう一度 Want to change your settings、 こちらをですね Y にして、設定していきます。他の項目はですね先ほどと変わらなければ Enter キーを押して飛ばしてしまって大丈夫です。あとは先ほど発行した API キーの方もですね、API の項目のところにペーストしておきましょう。はい、でここですね、Use SIDs for Departure と書いてあるんですが、括弧ナビグラフオンリーですね、こちらの方は Yes と打ち込みます。で次の行がですね Use Stars for Arrival、 こちらがですね、スターの方を有効にさせるかどうかですね、こちらも Yes にしておきます。これで API キーの方も入っていて、ナビグラフの方もセッティングが完了しました。この後ですね実際に羽田空港でどんな感じの飛び方をするのか、見ていきたいと思います。ちょうど今ですね34ライトの方から AirDo の方が飛び立ったので、この AI 機の方を追いかけてみたいと思います。本来であれば AI 機の方は都心方向に直進するんですが、しっかりとゲートブリッジの方にですね右旋回しています。羽田空港の方の SID はですね荒川の方に抜けるルートと、右側のディズニーランドの手前を通っていくルートと、いくつかあるんですが、このまま追っていきたいと思います。しっかりとですねディズニーランドの手前も右旋回していまして、この感じですと SID の方はローバー 2α の SID を使っているのかなと思います。あとはですねプルートを過ぎてから左旋回で北上していければですね SID の方もフォローしてくれているのかなと思います。ちょうどプルート付近でですね左旋回して、千葉県上空北上していきました。他にもですね AI 機の離陸の方を見ていたんですが、羽田空港の34レフトと34ライト両方使うようになってまして、本来の34ライトから上がる機体が、北上する機体、西側に飛行する機体ランダムに混じっているので、左方向に旋回していく機体も、たくさんありました。これに関しては AI 機が離陸する滑走路ですね、その点がですねリアルとは少し異なるところがあります。以前からもあるゴーアラウンドしてしまったり、そういった機体はですね現在もまだありました。この辺に関してはまだ難しい部分なのかなと思います。この FSLTL はですね頻繁にアップデートも行われているので、今後の取り組みにも非常に期待できるのではないかと思います。今回は FSLTL のセッティングについてご紹介してきました。今後もですね様々な動画を出していきますので、よかったらチャンネル登録、グッド評価、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。